彦坂直義です。頑張ってね、作ったことは作ったんですね。なかなか大変なんですよね。今そのテキサスが、最高裁に、チャレンジした案件が潰されるっていうのは大変、私にとっても衝撃でありまして、その中で、まあ、大変っていうのはですね、人間がこう成長する、成長する、私もね成長しましたね。なるほどと、うん、まあ若い時からいろいろ人に言われてきてますけども、やっぱりその中の原因っていうか自分の欠点というかですね、それは今回の大統領選挙にあるさまざまな面で、に引っかかってくるんですね。つまり特に最高裁がですね、まあ理念的に考えてないというか、非常に最高裁の裁判官自体がですね、まあ保身で動いてるっていうことの、まあ、ひどさみたいなものが見えてくるんですね。で結局人間っていうのはそういうもんだというか、人間の本質みたいなものが、まあ、74歳になってくるとですね、いろいろな面で見えてくるね。人間っていうものの根底的な愚劣さとかですね、弱さとかですね、そういうものを、まあ、それをなくせとか、それを克服しろと言ったって、まあ、無理なんですよね。ですからそういう中で学習しまして、頑張ってですね、この YouTube 動画ちょっと長いですので、ただ今までにない知的なっていうか作り方をしています。ですので、どうぞすいませんが、チャンネル登録お願いします。それからその高評価のいいねっていうのをチンとこうやってください。どうぞお願いいたします。私のことを言いますとですね、いわゆるその外から見ればそのトランプ大統領を応援しているということだけしか見えませんけども、私の方で言うとですね、1981年2年ぐらいに作った、まあ、一種 その人間の文明の、三角形がこう回転していくという、文明論というものがあって、その文明論の最後はですね、ピラミッドがこう逆立していく、逆浜に立つという、逆三角形になっていくという構造があって、で現在進んでいるその、まあ、パンデミックもそうですが、文明の転換というのは、まあ、三角形が逆になるんだと。でその逆になるっていうところまでは、つまりもともとがですね、西洋遠近画法の成立っていうのはどういうふうにできてくるのかということを追いかけていく中で、できてきたその、三角形の、ピラミッドの回転なんですね。でそういう意味で言うと、その逆立するということまでは、いいわけですけど、その逆立するというのはあくまでも、図式上の問題でありまして、それが具体的に何になるかということは、私自身は分かっていなくて、現実をそのウォッチングしていってるわけですね。でそういう意味ではその解釈の問題になるわけですね。で、その文明が回転してた時にですね、まあ、一つにはその文明というものが何であるのかという問題があるんですが、その文明というものは、まあ、例えば分かりやすく言えばローマ帝国にしても滅びますよね。つまりあらゆる文明というのは滅びていくんですね。その滅びていく原因の問題が一つには大きくあるんです。例えばその一番最初の、文明であるメソポタミア文明の中に、まあ、メソポタミアっていろんな文明がこう繰り返し立ち上がってきて、その人種的にも動いていくので、複雑なんですけども、その中にですね、バビロニアという帝国というか文明があって、その バビロニアが非常に高度な数学を形成するんですね。バビロニア数学ですけど、でこのバビロニア数学が、まあ、古代エジプトのピラミッドを建てていくわけなんですね。まあ、それがですね、私の考え方で言えばそれが、まあ、日本にも伝わってきたんだというふうに、あるいは、中国にやっぱり高度な数学が出てきますけども、それが、まあ、九章算術っていうんですが、その九章算術を中国人の方は独自の、
数学なんだということを言うんですけども、そうではないんだと、バビロニア数学の伝播なんだという主張をする視点があって、それはそのバビロニア数学にある間違いと、九州算術の、数学的な間違いが、一致しているので、九州算術は、つまり独自に、直角を生み出すピラミッドを建てるような技術というものが、バビロニアとは別に中国は中国人で後から開発したんだという考え方は、間違いであると。つまり文明というのは一箇所から始まるとそれが伝播していくんだっていう考え方があるわけですね。で、私はその伝播していくんだっていう考え方を取っていくわけなんですが、そうした時にバビロニア数学が非常に高度な数学でもあるにもかかわらず、優れてるのは最初の方だけなんです。2000年ぐらいの長さがあるわけですから、その中で最初の方は優れてるんですが、その後どん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 、劣化していくんです。で、そのことを、バビロニア数学に関する本も日本語にも翻訳されているので一応買ってですね、読んだんですが、そうするとその数学者がですね、その息子に伝えようとするんですが、息子がなかなか嫌がって、きちっと数学をマスターしてくれないんですね。で、そういうことがあるんです。つまり親の代からこの代に、この代から孫の代にっていうふうに伝播していくと、それがだから受け継がれないで、どんどん忘れられていくというものがあるんですね。で、まあ、その実はその 今ある文明というか、まあ、それもまた同じようなものであって劣化していってるのではないかという視点で見ざるを得なくなってきているということが言えます。アメリカ その大統領選挙のシステムというのはですね、最初の段階で非常によく作られてきているわけですね。特にアメリカ人というのは、つまりヨーロッパからいじめられた人たちが集まって、国を作っていくというプロセスがあったので、そのいじめられない、システム社会を作ろうということを最初の段階で話し合っていて、それがその大きな共同体を作った方がいじめられないというか、小さな共同体だと中でいじめられるので、大きい共同体を作った方がいいと言って、そういう意味でその合衆国形式をこう考えていくわけですね。まあ、大きな国がっていう意味で言うと、実はアメリカ以外の中南米の国ももともとは大きい国だったんですよ。ところが、豪族同士でこれ争って次々にこう分裂して小さな国になっていってしまうんですね。で、アメリカ合衆国が分裂しなかったというのはそういう、こう自覚というか努力があったからなんです。で、今まあ、ですから選挙制度は非常に重要なんですけども、こういうふうに何て言うかな、不正によってですね選挙を空洞化していくっていうことは、まあ、アメリカの社会っていうものをトータルに見た時で言えば、まあ、決定的にその、まずいわけですね。まあ、ですからその普通はですね、ちょっと話が戻りますが、普通は例えば20世紀が終わった時に、私は一応美術家ですから、その美術の視点で言うと20世紀が終わった時に、アメリカの美術館がですね、アメリカの20世紀美術を解雇した展覧会をやっております。その時に、まあ、アメリカンセンチュリーという言い方をするわけですね。つまりアメリカっていうのは20世紀はアメリカの世紀だという考え方はアメリカ人の中にあって、アメリカンセンチュリーだったんです。で、ところがそのまあそれがですねつまり20世紀が終わって21世紀になってくるとですね、そのアメリカのその、象徴会というか、その憲法という根幹の部分を、空洞化して虚偽で埋めてしまうという選択を、まあ、民主党なり、その民主党だけじゃないから困るんですけどね、つまり民主党だけじゃなくて、CIA も FBI も、まあ、もともとその犯罪を取り締まっていく根幹ですよね、その部分がものの見事にこう
買収されて、転倒してしまっていて、でバイデン的なあの大敗を非常に含んでしまっている、まあ、アメリカ社会全体が大敗しているっていうのはすごく今回のことをあのトランプの側から見ていると、非常に感じるわけですね、まあ、驚きますけどね、巨大なこう、大敗が生まれているわけですね。でその大敗をその主導していったっていうかその進めていったのは実は中共なんですよね。中共がアメリカをこう空洞化させようとして、長い時間かけて、努力をしてきて買収を重ねていくわけですね。大変なお金を使っていくわけですけども、まあ、それはさらにそのシリコンバレーのですね、その例えばそのフェイスブックのザッカーバーグとかですね、そういう人たち、つまりこう情報革命をやった、中心部分がですね、まあそのそういう選択に加担していくわけですよね。まあ非常に驚きますけども、同時にまあつまり先ほど申し上げたように文明そのものがですね、常にこう大敗して、忘れられて初心を忘れてって、滅亡していくっていう流れで見れば、つまり、近代文明というかですね、そのヨーロッパからアメリカ文明っていうのはヨーロッパから生まれるわけですけども、ヨーロッパの外部にこう自立してきて20世紀のそのアメリカンセンチュリーにおいてアメリカの文明っていうものは、一つの大きな、覇権を握ったわけですけども、まあ、それがつまり中心的な思考を失ってですね、崩壊していくっていうプロセスであるというふうに、理解もできるというところなんですね。で私自身のことを申し上げますと、その私自身はその1960年代末のですね、アメリカのベトナム戦争に反対するその全共闘運動っていうものに参加してまして、その場合にそのアメリカだとそのアメリカというかそういうことにまあ燃えていくわけですね。でそれはだから一つにはですね、日本がアメリカと戦って、それで敗北した時に日本の大日本帝国の軍隊っていうのは、全部がつまりアメリカとの戦いをやめたわけではなかったんですね、その大日本帝国の軍隊からですね分離して、例えば、ベトナムの話でいうとベトナム戦争に、約100名ぐらいの、日本兵というのが、参入していくっていうか参加していったんです。でその時に、つまりこの戦いはもっと長引くから、学校を作らなきゃいけないって言って学校を作るんです。士官学校ですね。つまり戦争を継続するためには、その指揮をできる軍事論を学習した、指揮ができるその士官がいないと継続できないので、と言って3つの学校を作るんですよ。でその教育が非常に有効性を持っていって、最後にアメリカを倒すんですね。でそういう戦いを、まあ何て言うかな、ベトナム戦争が継続していく中にそういう戦いに対するロマンみたいなものがあって、つまり日本は、アジアを解放するっていうその大義を持って、第二次世界大戦を始めてる面があるわけですね。大義があるわけです。大義だけなんてないんだっていう批判はもちろんあると思いますけども、大義もあったんですね。それがその表面的な大義であろうと何であろうと大義があって、でベトナムだけじゃなくて実は大日本帝国の軍隊というのは、本体からつまり大日本帝国から離脱してですね、独自に戦争を続けていくっていうその、分離した戦いが継続したんです。でその中の一つがベトナムだったんです。でそういう流れがですね、結局ベトナム戦争によってアメリカを倒して、そうするとアメリカを倒すとですね、私の、文明論で言えばそこでアメリカという水平に運動し続けている文明構造が転覆座礁してですね、非文明っていう形態に変わったんだと。
で問題は今非文明が、もう一回つまりこの、大統領選挙によってですねダメージを食うことによって、全くその逆三角形にこう転換していくんだという、その文明の転換の運動みたいなものを私が図式をしているわけです。でこれも実はですね私がアメリカに、1981年にたった1年国旗ですけども留学した時に、一人でアパートの中で いて、でも時間があるからそこで延々とその文明論を考えていったっていうことがあって、でその文明論をが現実にどういうふうになっていくのかっていうのを、まあ、私自身はウォッチングしていくっていうその態度を取ってるわけですね。でその場合さっきも申し上げましたけどもこう基本的な図式みたいなものはあるわけですけどもそれ以上のディテールはないですから現実を把握していく中でそれをまあ追いかけていくわけですね。で今回の場合でも、だから二面性があって一つはそのトランプに共感して応援するっていう面ですけどもう一方の方で言えばその図式がどうなっていくのかという内実としてね、そうすると、まあ、一つの考え方はまだ結論が出てるわけじゃないですが、一つの考え方はアメリカが、つまり滅びていくっていうこの、大統領選挙の不正によってですねアメリカの社会が空洞化してで場合によってはアメリカが、内戦状態になる、あるいはアメリカが2つに分裂して、しまうと、それはまあ具体的に、メキシコから分離した、テキサス州が、まあ、かなり起こっておりますので、もしかするとテキサス州って、まあ、アメリカの中で2番目に大きな州であってしかも、軍事力を持っている独自の軍事力ですね、アメリカ政府に指揮される軍事力じゃなくてテキサス州知事が、指令できる軍事力が非常に高く持っているところなのでちょっと違うんですね、テキサスっていう国州自体がね。でそれがまあ分離するってこともあり得るわけですね。でどちらにしてもですね、まあ、そういう形としてその図式が展開していくという可能性はあるというふうに思っています。長くなってるんで恐縮でございますが、このつまりまあ、アメリカって言ってるのは正確にはつまり近代なんですよね。ヨーロッパが近代思想を生み出しますがその近代が、外在化してアメリカに なっていくわけですね。そのアメリカの近代文明そのものが、つまり内実を失って滅亡していくっていうプロセスを歩んできてるわけです。現在 その選挙の不正ということで言っていけばね。でそれはだから同時に分かんないんですね。例えば中共がそのアメリカを空洞化させようとしてやってきたっていうことは言えますけども同時に今中共がですね、大変なその洪水に見舞われておりましてそれからバッタですね バッタの大量の発生を生んでいて、食糧危機にも中共になってきてるわけですね。それから中共の国家企業が、破綻し始めてまして、だから具体的に今後ですね、中共が果たして持つのかっていうのは分かんないですね。ですからそういうあとはパンデミックをが中共が作ったその、ウイルス兵器なんだという指摘っていうのはあって、私なんかもそういうふうに思いますけども、ですからその人類史そのものがですね、まあ壊れてきてるというかつまり、メソポタミアから始まった文明っていうシステムそのものがさまざまな展開を遂げながら発達し回転しながら、ヨーロッパ近代17世紀18世紀19世紀のヨーロッパ近代を生み出してそれがさらにその転倒してこう破壊力を増やしすぎてで空洞化して、ついには理念も失ってしまうというその最後の僕らの末世ですよね。まあキリスト教的に言えばハルマゲドンが近づいてきてるというそういう状態なのかもしれません。それでまあ今回で言うと、まあ、トランプをめぐるそのトランプを支持する人たちっていうのは宗教者つまりトランプっていうのはその、
まあ、一種のキリスト教原理主義でございましてつまりアメリカのキリスト教の3分の1ぐらい、アメリカのアメリカ人の3分の1ぐらいっていうのは、キリスト教原理主義なんですよね。アメリカのこうキリスト教っていうのは、いわゆる福音派っていうのは大体アメリカの人口の3分の1ぐらいを占めているわけですね。で、福音派とは違うんですが、トランプはカルバン主義というかそれなんですね。で今回でもそのまあ自分は絶対負けないんだって言って諦めないってこう言ってるのはカルバン思想なんですよね。でそれがまあどうなるかっていうのは、あってそれはそれ自体はウォッチングしていく側で言うと、興味深いですね。最後の最後までトランプが戦い続けるかどうかというのは、注目に値する問題なんです。でそのまあですからそのキリスト教の、宗教国家なんですよアメリカっていうのは。全然そのまあその日本にいるとね、宗教っていうものなんか弱っていかがわしいものっていうふうに考えますけども、まあ、日本も実は宗教国家なんですね。みんな認めたくないですけど、まあ、神社がたくさんあってですね、神道国家なんですよ。でそういうものとだから嫌だっていうので宗教を高く評価するっていうその無神論を信奉する人たちがいることは分かりますが、まあ、無神論の持ってる限界っていうのはかなりはっきりありまして、まあ、その話を今ここでしようっていうわけじゃないですが、まあ、キリスト教国家としてのアメリカが、こういう形でその無神論的な人たちですね、まあ、バイデンだって別に表面的には宗教を持っていますが、バイデンの、まあ、モラルのなさっていうことそれからバイデンの息子の、性的大敗っていうようなことから見れば あまりこう宗教者ではないんですね。ですからその、キリスト教か国家としてのそのアメリカの、大敗というか死の問題にもを象徴していることはしてるんです。だから今こう、まあ、トランプ側に立ってる人たちっていうのは、非常に宗教的です。でトランプっていうのは実はトランプっていう名前が2つ、聖書の中に書かれてるっていうことがあるので、神の使わした、人なんだという形で、まあ、トランプ大統領を信奉してる人たちがいるわけですね。それから、まあ、この間もトランプがその最終演説っていうのをした時に、一番重要な演説だと言ってした時に、ワシントンに、流星が落ちてかなり大爆発をしてるんですね。でかなり強い光を放ってるんですけど、まあ、そういうこう神的な事象が起きてくるんです。でそういうことをもちろんそういうものをくだらないんだっていうふうに、嘲笑うっていうことはもちろん無神論の人たちはできるわけですけども、にもかかわらずもう一方で、今の情報化社会っていうかコンピューターが登場してきた時に、つまり新しいその宗教観っていうのは登場していて、それはつまり私たちの人類史そのものが実はそのもう一つその外から、シミュレーションされているのではないかというそういう考え方があるんですね。それはだから、例えばその岩波書店が出した21世紀、問題群ブックスというシリーズがありまして、その中に聖なるバーチャルリアリティという本がありて、これ西垣徹さんが書いてるんですが、情報システム社会論を、書いていて、その中で聖なる、まあ、聖なるつまり神がもう一度蘇ってくるというか、つまり、
私たち人類史そのものが外部からシミュレーションされているのではないかという考え方が出てきます。新しい宗教観っていうか、トータルな宗教観っていうのはもう一回出てきてるんですね。でそういうものを背景にしてトランプ大統領っていうのは成立してる部分があって、実際彼自体はその、カルバン派の、まあ、象徴的な存在なんですよ。で、まあ、今までの大統領候補っていうかそういうものがね、じゃあその無神論者だったのかっていうとそんなことはないはずなんですね。例えばその、ヒラリー・クリントンもあれはメゾシストで、メゾシストだよね。 それなりに私なんかはウォッチングしたんですけども、彼女はなんか どっからかその全然なんていうかな、無神論的な状態になってきて、しまって、彼女の周りに、まあ、40とか50の死体がこう転がってるような状態になっていくんですね。かなり殺してるますというふうに見えますね。ですから、まあそういう面もあって、まあ、実際に一つのですから事態というのは非常に複雑な、要素を呈しています。これはもう一冊ありまして、かなり分厚いもので、題名も書店も忘れちゃったんですが、私自身は買って読んでおりますが、それはね、美術手帳の、まあ、本の紹介欄に載ってまして、それで知って買ったものなんですね。でこれもまあだから、つまり人類史が、実はシミュレーションされているんじゃないかという考え方であります。でこういう考え方を背景にして、私は文明の運動を全人類規模で考えていこうっていう考え方が出てくるわけですね。で、まあ、もう一 つ皆さんに分かるように、通俗でそういう考え方を、ものに引き移ししていったのが、リングっていう小説がありましたよね。鈴木浩二という、ミステリーホーラー小説ですけど、鈴木浩二のミステリーホーラー小説ですけども、これが第一作目がリングなんですけども、リングはね全然関係がないんですけど、リングが展開して、螺旋ループですね。螺旋ループまで読んでるんですけど、その後もエス態度なんてなってるっていうんですが、そこまでは読んでないんですが、螺旋ループっていうのは、さっき申し上げた、なんていうかな、一種のシミュレーションニズム、聖なるシミュレーショニズムっていうものの ほぼ引き写しで小説が展開しています。まあなんていうかな、私は結構この鈴木浩二の、小説は噂で読み始めたんですが、評価は高くて、かなりとんでもない小説ですね。まあ申し上げたいのは、そのなんていうかな、無神論者からすればそのバカにする事態なんですけども、まあ、無神論自体もつまり18世紀ですね、ほぼ18世紀ぐらいに集中的に、フランス啓蒙主義の中から生まれてくるわけであって、それがそのなんていうかな、万能ではないっていうのはありまして、まあその辺で議論するっていうこと自体が、まあかなり難しいわけですよね。多くの人たち、まあ私の周りにも無神論者たくさんいますけども、無神論の歴史っていうようなことを対象化してないですからね、彼らっていうのは。だからまあ単純にその近代個人主義の文脈の中で、無神論が出てくるわけですよね。で、まあ、宗教的なるものに対してその一方的にその、嫌悪感と否定をしてくるということで、現実に、たくさんの宗教がまだ生きているということに対しては全くこう、対象化しないので、だからそれはそれで、まあ結構だと思いますが、今その問題になっているのは、トランプを含めた、アメリカの宗教者たちがどうなっていくのかという問題なんですね。で、トランプ大統領がですね、カルバン
主義だっていうことを、まあ、キリスト教の中の 神教の中のカルバンの神教ですね、の流れであるって言って、しかもその二重契約説っていう、まあ、カルバンを批判する人たちから見るとかなりとんでもない宗教だという批判があるんですが、そのつまり注意を喚起したいのは、カルバンというプロテスタントの中から実は資本主義が生まれてきたんだという主張があるわけですね。それが、まあ、私が学生時代には必読文献だったんですけど、マックス・ウェーバーの、プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神という本がありまして、今の若い人たち読まないみたいですけど、私の時にはもうとにかくこれを読まないと、相手にされないという時代だったんですが、それがカルバンなんですよ。カルバンだから、つまりそのカルバン主義がその資本主義を生んだという考え方があって、でそのカルバン主義の信者としてトランプ、そのカルバン主義の信者として、まあ、トランプ大統領がいるということですね。そのことと、もう一つ言えば、今の時代に、言われる資本主義の終わりということ、これも何人もの識者が、なんていうかな、言ってることでありまして、まあ、私は、まあ、実現するっていうふうに思いますが、でその実現がどういう形で実現していくのかっていうのは問題なわけでしょ。つまり、宗教をなんとか信奉している無神論の信者たちっていうのは、つまり共産主義が、まあ、資本主義を終わらせて、そして、まあ、ある種の階級社会っていうかな、その、インテリゲンチャーが上位を占めて、仮想労働者は下で搾取だけされているというような、そういう社会になっていくのか、どうなっていくのかっていう問題があるわけですね。でありますから、どうこう申し上げているわけではないですが、まあ、もう一つはね、最後にまとめですけども、もう一つは、中世に向かってるのではないかという問題があるんですね。でそれは、まあ、私なんかでも小さい時からその近代が嫌で、中世願望みたいなものがあったんですが、まあ、風の谷のナウシカとか、ああいう漫画の系譜でも繰り返し、その未来が中世に回帰していくという物語をこう紡いできてるわけで、まあ実際にね、そのローマ帝国が滅びれば、その後こう 中世社会が登場してきますよね。で同じようにその、まあ、近代主義モダニズムの流れが滅亡するときに、もう一度中世に回帰していくと、そういう流れの中に現在があるんだというふうに、考え方はあって、確かにそれは強くなっていってるというふうに思います。でともあれ、中共自体がですね、今、これもだからさっき言ったその、トランプ大統領の演説の時にね、彗星が降ってくるとかね、ああいうのと似てるんですけども、まあ、非常に大規模な水害があって、同時にそのバッタの大群が中国の食料を食べてしまってる部分があって、そういう天変地異っていうものと、その社会の滅亡のプロセスみたいなのがあるんですね。実際例えば日本の場合で言うと、江戸幕府が滅びるその明治維新にかけてですね、日本の中には実は大地震が非常に頻発しているという研究がありまして、これは湯波新書でそういう本があって私は読んでいますが、天変地異というか大自然の変動とですね、人類の文化っていう文明のその盛衰っていうものは非常に重なってるんですね。ですからその中国も、まあ、なんていうかな、
そっち側の人たちの言うことで言えば、まあ、神が怒ってですね、習近平を倒そうとしてるっていうような言い方っていうのはないわけではないんですね。まあ、だからどうなるか分かりませんが、私は、まあ、最後にもう一回私の立場を申し上げますと、私はその傍観者ですね、テオリアっていうギリシャ語で言うとテオリアという考え方で、テオリアっていうのは簡単に言えば2階の窓からですね、下の道路を眺めて、その道路で喧嘩してるのを2階の窓からウォッチングしてるっていうだけの話ですから、そういうものを見てるということに過ぎないので、それ以上のものではないです。ですから、私はあくまでも美術家で、もっと正確に言えば画家なんですね。ですから、そのあくまでも冷静に見るということが主なんですよ。まあ、冷静かどうかっていう批判はあると思いますけどね、とにかく見るということが非常に、重視していることなので、それ以上ではないんですね。はい、そういうことで、長々と喋りましたが終わりたいと思います。